はいどうもお疲れ様です。4月28日朝6時の相場解説になります。今回の動画も FX オリギャルヒの皆様と速可塾限定動画をご覧の皆様に共通でお届けしております。FX オリギャルヒの方にはね、もうすでに数時間前に一本動画上げてるわけですけども、それを通じて今回の動画を見るとさらに明確に相場が見れるようになっていくと思います。えー、全体像、冷やしから見ますけども、こういう風に落ちていったのが、 ここのレンジで転換してですね、上昇に向かいました。そして上昇に向かったここでまたね、頂点を作って、頂点はここの先方ですけども、こっからまた下落のトレンドを作りましたね。そしてまたこの先っぽ、長いげを起点にして、また上の方に向かっていったということをお話ししましたけども、今度はここですよ。ね。下落の前のレンジではないかなってことはもう何週間か前からお話ししましたけども、結局下落に転じたでしょ。 下落に転じる中で昨日はダイヤモンドフォーメーションを出して上の方に抜けたわけですよ。抜けたんですけども、下に重いという表現をしましたけども、下落の道幅っていうのはかなり強いですからね、その圧力は。このまんまもう一度、まあ、今日中にでも下に向かうんではなかろうかと思いますが、今日は15時30分に材料がありますんで。 まあですんで、あの、ほとんどの場合、今日はね、ポジションを持たない方がいいと思います。ポジションを持つにしても、もう15時ぐらいにはね、もう店じまいしてください。今日は、あの、普段から手を出しにくい金曜日ですが、日銀政策会合がありますのでね、もう15時ぐらいで終わっておきましょう。はい、そういうつもりで、朝の相場解説を見ていただきたいと思います。じゃあ、日銀政策会合、どんなことが語られるのか、その前に、昨日はどんな材料があったのかに目を向けていこうと思います。昨日はね、 アメリカの GDP の速報値がありました。GDP は1.1％増しで2期連続で増加ということだったんですけども、米、えー、あの27日に発表した1から3月期の。 実質国内総生産 GDP ですけども速報値は前期比の年率換算で1.1%増しだったということです、まあ、これを見ても一体どういうことが起きるのかということはなかなかわからないと思いますんで、まあ、GDP の発表があったらどのくらい市場に影響があるのかなってことを追認していければと思いますそれは1時間でねまたお話しますねえ次は4時間の方を見ていきますけども4時間一見するとヘッドショルダー だったと思います。何人かの方からね、これはヘッドショルダーあるじゃないのっていうふうにお問い合わせいただいたんで、いい機会だったんで、ヘッドショルダーの細かい解説を Q&A コーナーにね、FX オリガニの方は見えるようにしておきますので、えー、この度、えー、せっかくなんで、ね、必ず見てくださいね。で、そっか塾限定動画をご覧の皆様は、すいませんけども、FX の Q&A コーナーね、オリガルヒの方はご覧いただけませんので、どうしても気になる方は私の方にお問い合わせください。ということでね、 ネックラインを越えても別に下の方にズバッと行くわけではなかったでしょう、うん、でまあ下に重いって言うんですけども下に向かう圧力があるのはあるんですよでもこれは三尊だからあるわけではなくてもともとあるわけなんですよねうんまあですんであの瞬間的に上げの要因があっても十分上がらずに今横ばいのようにねここに位置しているということになりますさあそれでは1時間でどういったことなのかをさらに細かく解説していきます 1>, 1時間ではダイヤモンドフォーメーションというのがあるでしょうでいろんなね FX の相場解説あると思いますけども昨日の相場解説でこのダイヤモンドフォーメーションを語ってないところそういったあのトレーダーさんっていうのはまあ,あのインチキですから <laughs> ついていかないほう方がいいと思いますダイヤモンドフォーメーションに気づかずにねあの何の,あのテクニカルトレードやってるのと思いますよ私は <laughs> 皆さんはね もう気づけると思いますんで、あの、よかったよかったですよ。で、上から入ってきたのが、入ってきた方向に抜けるっていうのがダイヤモンドフォーメーションですから。ちなみに、ダイヤモンドの形はここにも出てますね。まあ、こちらは、そう意識するもんではないです。こちらのほどね、上下の幅が、密度が濃くないですから。まあ、ですんで、えー、意識するのはこちらだけでもいいと思いますけども、さあ、それでは、 昨日の GDP の速報値がどのような影響を出しているかこれですよ、ね、すごい上限に幅広いでしょ、うん、1円の幅1円以上の幅を取った要線が出てるわけですよだから瞬間的に下に落ち込んでそこから上にズバッと上げてきたっていう上にも下にも広いわけですからほとんどのロスカットを前提としたポジションは全部ロスカットで切られてると思うんですよでしょ だからテクニカルトレードってエントリーした瞬間にロスカットライン設けるじゃないですかテクニカルトレードはここでは通用しないってことですよねただからファンダメンタルはあのテクニカルを大事にしてる人を全部なぎ倒していくんで私はポジション持たないでくださいねギャンブルみたいになりますよっていうのを常々申し上げてるわけですよでもここを避けることができれば例えばねダイヤモンドでスタートしたこのポイントからの値動きっていうのはブレークを超えて今ここにいるわけでしょ あすみませんここにいるわけでしょここにってことは入った方向に抜けていくを別に現実化しているわけじゃないですかで大事なのは今後の動きです今後も上の方に緩やかに進むとは思いますがでもここを超えることなく多分下に重いそのね、えー、引っ張られ方して結局はあ円高の方向に向かうんではないかなと思いますよねただしね今日も材料があるんですよ 日銀政策会合15時半からこれによって今立ててるテクニカルのあの23日後の将来の展望は全部ね大技になると思いますので本当に今日はね全部が雨で長いイン流されて来週ゴールデンウィークの週もしくは月がね一から始まるんだと思えるようなそんなリセットの日になると思います、まあ、ですので肩の力抜いてもう今月はあー FX はこれで見てるだけになったなと思っていただいてですね でえー、っと週が明けて30日まではもうありませんから5月の1日2日もうん,なんかね乱れたまんま修正を見届けるだけで終わると思うんですよですんでね5月の1週目っていうのはほとんどこれ毎年ですけどもトレードには向かないんですよね実質的には5月8日あたりから始まると思って5月の7日までは今日からですね基礎を固めるのに皆さん時間を使ってもらいたいと思います 基礎を固めるっていうのはどういうことかっていうと基礎用語基礎概念こちらを頭に入れていきたいということですよね、えー、そしてですね基礎概念基礎用語が十分入ったなと思ったらテクニカルのおさらいですこれそれぞれあの私の方から詳細を出てますんで、えー、今回ねあの動画をご覧いただいた方であのゴールデンウィーク特別注文というねそういうふうな件名で送っていただいた方には割引価格で提供いたします 基礎概念基礎用語の方はもうすでに2021年2022年に販売が完了してますけども、まあ、今回ゴールデンウェイク2023年バージョンとしてねあの、まあ、5万円ぽっきりで初級講座をお送りしますんでこれは90日連続で朝あ1分間ぐらいの基礎概念基礎用語を送り続けますので学習にはもってこいです、まあ、お問い合わせいただいた方に詳細はお話しますよ えー、基礎用語基礎概念をお求めの方そして中級講座をお求めの方それぞれね価格が販売価格が29万8000円ですけども今回お問い合わせいただいた方にはあ基礎講座が5万円、ね、テクニカルの中級編ですねこちらの方は10万円ということで、えー、合計で15万ですからあちょっとね FX を真面目にやろうかと思っている方はこちらの方をご購入いただいてもっともっと本気でやりたい方は f x オリギュアルの方にお問い合わせください。ということで今日の放送は以上です。それではお疲れ様でした。今週もありがとうございました。あとね、何回か今日も追加放送しますけども、15時ぐらいに全部終わると思ってください。あまり深追いしてもしょうがないですからね。はい、お疲れ様です。